はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用真里乃です。今日はですね、司法書士業界の話、所属のですね、司法書士が多い事務所ランキングということで、司法書士のですね、受験生だったりとか、これから、ちょっと転職したいよと思っている人であったりとか、まあ、新しいですね、合格者の方が、まあ、参考になるようなね、そういったランキングがですね、発表されていましたので、今日はそのランキングを取り上げると同時にですね、まあ、その事務所に対してちょっと一つ一つコメントをね、入れていきたいというふうに、思います。2020年7月、リーガルジョブボードさん、ですね、司法書士の転職とか就職を斡旋するエージェントさんが発表されているランキングであります。でこれは、単純に売上とか、ね、関係なく、所属の司法書士が多い順番でランキングを発表されています。栄えある第1位はですね、中央事務所ということで、司法書士法人新宿事務所、改めですね、中央事務所ですね、皆さん、もう言わずと知れたですね、過払いの事務所でございます。ここはですね、まあ、本当に、ね、規模が大きい、日本一のですね、司法書士法人であると言ってもいいと思います。私はですね、実際、中央事務所に行ってる、まあ、同期は当然知り合いも何人かいますけれども、そのちょっとですね、代表者は面識がないです、私が司法書士のになってですね、一番憧れている先生はですね、もともと今中央事務所なんですが、新宿事務所時代のですね、阿部亮先生に、私一番ね憧れています。それは今でも変わらないんですけれども、いつかね阿部亮先生にお会いできたらなと思っております。阿部亮先生はね、見てるとは思ってませんけれども、見ていたらぜひね、本当対談してください。本当に、お願いします。で、第2位がリーガルフェイスさん、ここは、Lタワーですかね、新宿のLタワー、大きなですね、もう誰もが憧れるような、オフィスビルに入ったですね、司法書士法人の中では、かなりの、ね、規模を誇って、多分ね、業界課題を抜けば業界第1位の、ね、司法書士法人でございます。基本的には不動産決済を中心としたですね、事務所になるかと思いますが、不動産決済を中心とした中では多分、一番今日本一大きい事務所であると思います。で、だからね、これは司法書士でありながら大きなオフィスビルとかで働きたいというね、そういった、願望を持っている人には非常におすすめであります。で、第3位 AI グローバルさん、ここは、ね、まあ、老舗中の老舗であると思いますので、あると思います。全国ね、たくさんの拠点があって、結構地方にもですね、支店を出している事務所であります。まあ、決済メインですね、やはり。で、第4位が山田総合事務所、これはもうガチムチの決済事務所であります。ね、非常に忙しくて有名。あと、かつ、ここはですね、山田コンサルティングとい サービサーを持っていて、司法書士法人の中で非常に珍しい上場している、企業であります。なので、案件の数は非常に多くですね、そして、普通の個人事務所では絶対に経験できないような、案件を経験することができると思います。信託とかも含め、一棟マンションとかも含めですね、個人事務所では受け負えないような規模の仕事を請け負っていると思うので、そういった仕事をしたい人はですね、非常におすすめ。ただしめちゃくちゃ、忙しいです。例えば新人の司法書士で、関西大学の試験を受けたいよという人とかは、まあ、バンバン落ちますね。基本的にその勉強する時間ないです。それぐらい実務が忙しい事務所です。で、第5位、杉山事務所。これはね、過払いの事務所で、私もよくわからないです。それから第6位、福田リーガルさん。ここは、皆さんも、ね、ご存知の通り、福田先生の事務所になりますけれども、基本的には決済メインかなってなってくると思います。非常にね、取引先も硬い取引先が多いです。ね、財閥系の場所、財閥系の企業のとの取引が多いかなと、安定していると思います。純粋に決済業務を身につけるには可もなく不可もなく、そこに勤めている同期曰くですね、サラリーマン司法書士になりたいんだったら非常におすすめの場所であるというふうに言っておりました。まあ、あまり独立とか考えてなくてね、サラリーマンとして生きていきたいよという方、非常におすすめ。特に女性はね、いいかなと思います。はい。で、第7位、ダイザークロス。ここはですね、新しいベンチャー系のですね、司法書士事務所です。結構、新しい取り組みが多いと思います。その決済とか、何か凝ってない
非常にですね、ネットとかね、そのクラウドとか新しい、司法書士業界に非常に風を開けるようなね、新しい改革とかをね、きっとやってくれるんじゃないかという期待感高まるようなね、事務所なので、なんかこう新しいことやりたいなとか思っている人とか、非常にベンチャーっぽいので、そういうのが好きだよって、そういうノリがいいなという方は非常におすすめかなというふうに、思います。はい、第8位 NCP。 これはなんか相続に特化した司法書士事務所みたいなんですが、まあ、よくわからないです。はい、あと第9位が中尾パートナーズ。これもは、第9位10位の、ね、中尾パートナーズと L&P っていうのも関西の方が拠点の司法書士事務所みたいなんですが、よくわかりません。ということで、司法書士事務所ランキングということで1位から10位までね、ご紹介させていただきました。まあ、私のから言えることはですね、皆さんどういった、司法書士になりたいか、自分が、そこに入って何を学びたいか、これで決めるべきだと思ってます。例えば確かに、ね、大きいところで働きたい、大きな仕事やりたい、これも一つありだと思うし、決め方はまあそれぞれなんですけれども、もっともっとその事務所に入って何を学びたいか、そこをもとにかく軸にして決めるのが一番と思う。確かに給料とかね、そういう面で決めてもいいと思うんですが、長い、ね、将来ですから、自分が司法書士として、ずっと生きていくのであれば、どういう司法書士になりたいか、これをね、軸に、事務所を選ぶというのはしていただければというふうに、思っております。ということでね、皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。